はい、どうもプロボーラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日はじゃん、スペシャルゲストに来てもらってます。俺じゃなくて。違いますこちらです、はい、お名前お願いします。小学6年生の溝口陸です。よろしくお願いします。はい、お願いします。と、もちろんたまチャンネルの玉井慎一郎プロです。どうも、プロボーラーの玉井慎一郎です。よろしくお願いします。今日はですね、なんとちょっとね、挑戦者がやってまいりました。小学校6年生のりくくんです。なんと僕はですね、実はボウリング始めた時に福岡県の、女子のプロボーラーの富岡幸恵プロにですね、最初に、ボウリングを習って始めたんですけど、りくくんもですね、富岡プロに実は習って、ね、富岡プロボウリングを始めて、でただまだボウリング始めて実は1年なんですよ。でももうめちゃめちゃうまいです。もう天才ジュニアボウラーです。天才やね、はい。で、まあ、ということで今日はですね、実はたまチャンネルの方にも、何度かですね、あの出てもらってまして、今日はショートチャンネル初登場ということで、はい、りくくんとね、今日はね勝負したいと思います。で、普通に勝負してもあれな、りくくん両手投げなんですよ。もう今非常に多いですよね、両手投げなので。今日は僕と玉井プロとりくくん3人で対戦をするんですけど、3人で両手投げ対決をしたいと思います。これは厳しいちょっとね、玉井プロちょっとね、はい、不安そうでしたけど、でもね、玉井プロの両手投げを見れるのもかなりレアなんで、はい、もう多分これしかないはい、ということで今日はね、ちょっとね、もう小学校6年生に対してちょっとね、僕らプロボーラー大人げないですけど、まあ、3人で犯人ゼロでね、よし、やろうかなと思ってます。で、まあ両手投げなんで、まあ僕とね、ちょっとまあ慣れてないかもしれないので、ちょっとね、スペアとか下手かもしれないですけど、3人で勝負していきたいと。もしかしたらここで開眼して両手投げになってしまうかもしれない。ならない、ならない、そんなことない。ならない、ならない。それではね、早速勝負していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、うわー、かっこいいですよね。あー、まあ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 、ナイスか、ナイスか。よし、ちょっと僕もね、久しぶりの両手投げ。よし、上手。あー、引っ張った。ちょっと力んじゃいました。格好はなんか良かったね、今ね。うまい。さすが、さすが、強いな。よし、このスペア、やっぱり。よし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 、さあ事故らんようにちょっと頑張ろうどうなるかな。じゃあマイプロのちょっと投げてしまうな。うおー、イエーイ。一番不安そうだったマイプロがストライク。やばい。さあリフ君ね、ちょっとね、これプレッシャーだと思うんですけどね、リフ君ね、両手投げのね、ジュニアの子は結構見てますからね。スピードがあるもんね、リフ君。うまい。おお、うわー、ちょっと納得いってないけど、でもストライク。さあ、僕も。ストライク出す？よしよしよし。さあ、玉井プロダブルチャンス。うおー、うわー、自分でもびっくり。自分でもびっくり。ちょっと。よし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 。もう今のストライクシーンで満足やなおー、いいね。
いいじゃない、ちょっと出たか、うまい、うまいなぁ。すごい、うまい、おー、ちょっとレベルが違う、あー、レベルが違うな、それかなり向きになっちゃってます。さあ、玉井プロ、おー、いいかも、うわ今のは痛い、ジャストポケットの、このスペアも難しいな、俺にとっては。さあ、リフ君、ターキーチャンス。うわ、いいんじゃない？来た。いやー恐ろしい。どうやったらあそこに行くんやろ。こんぐらいか。うおちょっとね、うまくいった、スペアも不安ですけどね、うまくいった、うわ、りっくんこれしてきた、あ、これしとかないかやったね、よし、僕もターキーチャンス、川添プロはこれしてくれるやろうね、これやね、うまい、お強い、ターキーしてくれた、してくれた、よし、置いてかれとうやん、もう、さあ、りっくん強いな、ここは大事やね、さあ、ちょっと出たか、うえー、すごい、うまい、よし、おっと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 、危ない、危ない、危なかった、危なかった、危ない、倒れそうやった、ピンじゃなくて自分が、自分が倒れ、もちょっと慎重に、さあスペアどうしよう、スペアボールかな、危ない、オッケー、よしよしよし、おー危ない、うまくいった、さあリフ君ね、おー、いいんじゃない、うまい、きたー、あら、うわー悔しい、すごい対決やね、しかし、よし、おお、いいね、こっちは出すもんね、あー惜しい、天秤、そしてこうね、川添プロは勝負強いんでね、持ってきそうな気がしますね、あ、おー、危ない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 、もうね、負けず嫌いの戦いになってますからね、負けず嫌い、確かに負けず嫌い同士、わ、大丈夫か、やめて、うわ、この天品ミスはちょっと、まあ、まだリードしてますけどね、
まずい。しょうがない。よし。ああ、打ちに行った。どうか。ああ、ベビースプリット。クリスバイ。クリスバイ。さあ、リックン、取り返せるか。気を取り直して。うまいね。わあ、曲がったな。ちょっと曲がったね。マイプロのこのスペアもね、両手だとちょっと難しいですよね。あ、残念。曲がり計算が難しいですよね、やっぱりね。うまい。完璧。よし。最初のストライクアングルどこ行った？あ、バックスイングするのが難しいな。あ、危ない。おお。危ない危ない。よし。10ピンちょっとさかな。せーの、あれはアウトです。あれはリックのアウトだよね。アウトです。アウト？結構きれいに倒れたけど。あれダメ？間違った情報になってた。間違った情報になっちゃうじゃないですか。さあ、リックのあとで9フレ、10フレ。ハードウェイプロの一騎打ちになったような感じになっちゃいましたけど、ただ僕も15ピン差がありますからね。どうだ。あ、ちょっと曲がりだしたね、リックンはね。リックンは結構曲がりだしてるの。僕は逆に曲がらなくなってるんですよね。よし、わあ、どうだ。きたー。テンフレ勝負に持ち込んだね。さあ、大丈夫。よし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 。危ない。セーフ。さあ、玉井プロ。お、あ、やっぱね、難しいですよね、両手投げはね。川です。大接戦やね。ハードウェイプロが持ってきたら、うん、やばい。よし、持ってきますよ。悪い男な、大人なんで。いけいけ。うまい。うわー、うそー。これは痛いスプリント。あ、ただまだわからない。僕がここで来なかったら、だって全然分からんもんね。よし。アジャストしてきたね。よし。でもこれまだ分からないんですよ。リックンこれはもう。これが超一流やね。取ればまだ分からない。リックンこれ取ろう。トライ。いけ。あー、惜しい。惜しい。
ました。川添翔太の壁は高かったね。綺麗にね、ストライク出すもんね、最後には。でもやっぱりいい練習にはなるな、体の使い方でね、はい、全然体の、ね、使い方変わるんで難しいですけどね、うん、惜しい、はい、結果はですね、僕が230、りっくんが209、玉井プロが171ということで、僕が勝利しました。大人げない。大人げない。大人げないね。大人げない。負けてしまった。いや、ちょっとね、多分見られてる方、ほとんどの方が、いや、犯人ゼロはひどいやろと。確かに。思うかもしれないですけど、まあ、りっくんが、まあ、両手投げでね、こう、スクラッチで勝ちたい。まあでもね、男同士のね、真剣勝負やからね、ハンデはいらんね。あ、偉いです。もう将来絶対有望ですからね。今度はね、やっぱりね、男同士の対決スクラッチだから、今回はまたね、次はリベンジを、はい、待ってますんで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日はですね、たまチャンネルのたまえプロと、もう将来有望なね、僕と同じ先生から習ってる、富岡プロが習ってる、リク君と対戦をさせていただきました。はい、ということでまたね、ちょっとねリベンジをお待ちしておりますので、ぜひその時を見ていただけたらと思います。はい、本日も翔太チャンネルご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ。